さあグアム1問目、タバコの花は桃かじゃないと、ナスかですね。アフリカにはマリ共和国という国がある。どうなんやろ、あるんかな。この当時はあるかもしれんね。わからんけどね。バスで行ってみよう。あった。さつまいもは東南アジア原産である。どこなんやろ。まるでいいんじゃないの。まるということにしよう。違うと東南アジアではありませんよと。低温殺菌は食品を100度以下で保持殺菌することである。バツ。丸かい丸かよ。久しぶりやな。久しぶりにグアムで脱落です。バロックは歪んだ真珠丸です。ディアアマンテとはスペイン語でエメラルドという意味である。またエメラルド問題やん。ディアアマンテ、エメラルドなんでしょうか。違うと。エメラルドではありません。3問目いきましょう。フロリダで行われるガスパリアフェスティバル。ガスパリアの仕事とは海賊である。ガスパリアフェスティバル、海賊なんでしょうか。バツ言ってみようか。丸かい。丸かいや。トーン記号の元になったアルファベット文字は S である。確かバツやったと思うの。 S っぽいけどバツなんだよね確か。 OK 正解。でも残り3問全部正解しないといけません。ギシギシという、植物は実在する。ギシギシ、ないと思う。でもなかったら問題にならんか。うんだよね、なかったら問題にならんわ。脱落。F1 のシャンパンファイトに使われるシャンパンは、優勝者も2位と同じである。これどっちやったっけ。バツやったっけな。間違えたような記憶はある。丸をして間違えたような記憶はある。その記憶は間違いでした。一緒かよ。オクラになるの。オクラは食用の名前から由来している。オクラになる。
オクラ入りのオクラってことじゃないの？オクラになるが何の意味なんかわからないけど、どういう意味合いで使ってる言葉なんかわからない。よし、正解。テレビ業界のオクラになるしかわからんわ。カタツムリのように殻を持っているナメクジもいる。ナメクジに殻持ってるやつおる？それいてもいいか。いてもいいよ。うん。そうです。マルカバスカは知らんけど、いてもいいと思う。俺はね。俺はいてもいいと思うよ、それは。でも、ナメクジの気持ちを尊重したい。はい、正解。丸です。野口英世が火傷したのは右手である。ね、どっちでもええやん。右手を火傷したらもう、執筆できんけどね。右利きやったらな話やけど。右手ということにしようか、火傷したのは。はい、左手です。さあ、残り3問全問正解でないと通過できません。6人制バレーボールでプレイヤーが5人以下になった場合でも試合は続けられる。これは確か続けられなかったんだよね。丸を選んで失敗した記憶はある。5人でもさせてみたいなことを言った記憶はある、うん、OK、 5人ではできません。さあ6問、国家君が代が発表されたのは明治1年である。国家が発表された時期、丸で言ってみっか。君が代がいつから、ああ明治1年じゃない、いつからなんでしょう君が代は。オリンピックのシンボルマークは一筆書きができる。ん？つながってるからできるっちゃできるんか。バツ。割とできないんじゃないか。難しいんじゃないか。できたとしても相当むずいぞ、あれは。バツで言ってみよう。できるんかい。できるんかいやで。できたとてやけどね。常夏の島ハワイにもスキーをするところがある。知らんけど室内とかできんじゃないの？知らんけどね。そら、あってもいいんじゃないですかというところですよ。マルカパスカは知らんけどあってもええんちゃうっていう。それぐらいの気持ちで。あるんです。ハワイでもあります。B. クリーパンの描いた太っちょのぐうたら猫の名前はガーフィールドである。ガーフィールドは聞いたことあるけど、その作者名が合ってるかどうかだよね。丸ということにしておこうか。ガーフィールド丸。風強いな。 OK、 ガーフィールドでした。全世界にカメラ革命を起こしたコダックだが、このコダックとはドイツ語である。コダック、ドイツの会社なんだよね、きっとね。丸じゃないか。丸でいいんじゃないか。あー、でもわけわからん言語でやってそうやな、なんか。あー、ドイツ語じゃないと。サンスクリット語とか、なんかそんな感じでやりそうやもんね。スヌーピーが登場する漫画、ピーナッツ、もともとはリトルフォークスである。もともとの名前は知らんな。バツ。リトルフォークスって悩んでんなっていう話ですよね。リトルフォークスでした。急にグアム行けなくなったな。急にグアムが通過できなくなりました。
力士の給料は毎月26日に払われ、どうでしょう。26ってちょっと給料日よりちょっと遅めぐらい、罰にしてみよう。あ、罰でした。26ではないと。ゾウの赤ちゃんは母乳を吸うとき鼻です。さすがに口じゃないかと。罰だ。オッケー、正解。残り3問。ソフトボールは日本で考え出されたスポーツである。どうなる？あるかな。丸っぽい、丸っぽさを感じる。違うと。日本ではありません。ノンアルコールビールにもアルコールは含まれている。知らねえ。多少は入ってるかもしれんけどね。罰ということにしておこう。含まれてます。まあ、当時の話ですから。牛には角と角の間につむじがある。つむじ、角と角の間に、なんや、ちょっと毛の薄いところがあるってこと？あります。さあ残り2問、全問正解じゃないとクリアなら。気象庁は地震予知用にナマズを飼っている。どうなんや。さすがに飼ってないんじゃないですか。バツ。オッケー。さすがに飼ってない。さあ残り1問。ポパイはアニメ化される以前はほうれん草ではなくニンニクを食べていた。どうなんだ。バツにしてみるか。わあ、ニンニク食ってたんかよ。もうなんやねん。なんてやつだ。ポパイってやつはなんてやつだ、本当に。現代では15分間で誰もが有名になれるといった人物はアンディ・ウォーホールである。アンディ・ウォーホール、コーンスープ缶の絵を描いてる人ですよね。わかんないけど、まるでいいんじゃないの？はい、アンディ・ウォーホールでございました。第2問、ライオンのオスは決して狩りをしないと。え、あれメスばっかな？さすがに決してってわけじゃないでしょう。する時もあるんじゃないですか？人狩り行こうぜ、それぐらい。はい、決してしません。ああ、泥に突っ込んだとき、なんとも形容しがたいことを言うな、あいつは。ああ、アイザック・アシモフが書いた、物言う石に出てくる主人公の名前は、シリコニーである。シリコニー。誰でもいいよ。
もはや誰でもいいよ。丸でいいんじゃないの。名前なんて人と人とを区別するやつですからね。うん、はい、丸でーす。昔流行した超音波美顔器は超音波がほとんど出ない。うん、うん、出ないでいいんじゃないの、うん、インチキ商法ということでいいんじゃないの。丸勝手にインチキ商法にしちゃう。出ないんだ。ほとんど出てないっす。第5問、国際予防接種証明書のことを、イエローフラッグという。どうなんだイエローフラッグ。×ということにしようか。あー、イエローフラッグでした。残り2問、全問正解でないとクリアできません。バレリーナという名のチューリップはない。あると信じて。あります、バレリーナあります。さあ、ラスト1問。原曲スコットランド民謡オールランドサイン、オーラングサイン、日本では蛍の光である。これはやった記憶があるわ。丸ですわ。オーラングサインとかいうやつですわ、多分ね、うん、知らんよ、知らんけどね、多分そういう感じの歌なんでしょう。歌で呼ぶんでしょう、きっと。そうです、丸。はい、正解。やっと通過。久々の通過です。さあ、ということでワシントンまで飛びます。さあ、今回のニューヨーク戦誰でしょうか。メガネ顔色割ろうかな。どうなんでしょう。あ、メガネ顔色割ろうやん。来たやん、メガネ顔色割ろうやん。名前は吉行になってる。メガネ顔色悪を名前吉行に変わりました。負けないぞという気持ちでやっていきましょう。カステラと同じくポルトガル語のやつ、コンペイト。よし、柔道の決まり手120点。そんなない。脳細胞は1日にどれぐらい。1万。うん、相撲で横綱が締める。ニクロム。違う。東南アジアに本当にいるヘビ。なんじゃ。よし、バナナは何という植物。場所。よし、やっとイーブン。魚屋さんで売っているタイの下にハエを追い払うか。いやー、違うんだ。 F1 で初めて開幕5連勝を成し遂げた人物。ユズロ。メガネ顔色悪いにユズ。トムとジェリー、猫とネズミ。アメリカの演劇で権威ある、なんや、トニー賞みたいなやつ。ロシアでゾーラシカと呼ばれている。白木。違う。ジュデパウム。テニス。おーし、お化けの Q 太郎のお父さん。
エムスケ違う。宇宙ブームのきっかけを作ったスティーブン・ホーキング違う。オリンピック競技に当てる顔色メガネ顔色メガネなんで顔色メガネになった。ギプス。あー残念、また顔色メガネに負けたな。畜生やわ、顔色メガネ全く畜生すぎるわ本当に。ブッシュ大統領は海軍時代に乗っていた愛機にバーバラと名付けていた。まるだね。バーバラと名付けていたやつがいたんですよ。なーにーっつっていうね、急にクールポコをやり出すという。2問目いきましょう。動物の怠け者が危険な時以外に、自分から進んでするのは泳ぐことである。これが泳がないんだったっけな？泳がないんだったと思う。罰だったと思いますが。あれ？泳ぐんか。また記憶違いやな。フランスのノーベル文学賞作家カミューが書いたのはペストである。ペスト、ペストって聞いたことあるけど、それカミューが書いたのかというところですね。まるで言ってみようか。OK、ペストでした。アメリカでニュース番組の解説者であり司会者である人物のことをランナーという。ニュースランナーって聞くけど、ニュースランナーっていう番組があるけど、あれは MC のことなのかというとですね。丸ということにしておこう。はい、違いました全然違いました。ゲーテが書いた乾きウェルテル悩み、若きウェルテルの悩みのヒロインはロッテである。わからん、ロッテでいいんじゃないの。ロッテということで、よーし正解。さあ残り2問、全問正解じゃないと通過になりません。いきましょう、6問目。ペルーの国家はひまわり。オッケーオッケー、出た、問題が出だすとありがたい。ペルーはひまわりなんですよ。だってトットコタム、トットコハム太郎いっぱいいますから、うん、もう人口減少につながるぐらいにトットコハム太郎がいますからね、知らんけど。ペルーにはトットコハム太郎だらけだということを覚えておいてください、事実とは異なるかもしれませんけども、そうということにしておきましょう、ビルマは現地ではミャンマーだが、その首都のラングーンはヤゴと呼ばれる。ヤゴと呼んであげるか。決定です。もう今日からヤゴと呼んであげましょう。ラングーンはヤゴ。位置が脱落。カタツムリのように殻を持っているナメクジもいる。これどっちだったっけ。いてもいいんじゃないかっていうところで丸をしたんだけど、それが正解やったか不正解やったか忘れた肝心なとこ忘れようね。しょうもないとこ覚えておいて、いてもいいんじゃないかというね。はい、いるんです。丸です。正解。ロシア共和国にもあるアメリカンフットボールのチームがある。これは丸ですね。これもあってもいいんじゃないかなっていう、その、僕のそのね、
うん、尊重する気持ち、それぞれの気持ちを尊重する感じ、うん、それで正解をしたからね、うん、それはロシアにもあってもいいでしょうというところですから、はい、正解です。そういう気持ちですね、うん、あってもいいんじゃないかっていう気持ちで答えていくのも大事ですね。ブラジルにはジンバガエル、あ、違う、サンバガエルというカエルがいる。でもこれいてもいいんじゃないかなっていうばかりではダメなんですね、うん、お前はいないぞという気持ちも必要です。だから俺は罰です。これは罰です。サンバガエルはいないでしょと、さすがに君はいないですと、いましたここはいてもいいんじゃないかの気持ちでよかったというところでしたね。はい、4問目、外資系のファーストフードで一番初めに日本に上陸したのはフライドチキンである。フライドチキン、ケンタッキーフライドチキン、いや、マクドナルドで普通にいいんじゃないかなというところですね。バツでいいんじゃないかな、バツということにしよう。あら、フライドチキンでした。公園の滑り台の高さは法律で決められている。でも自由の高さやんね、今。あれは法律が改正されたからかなのか。×。OK。決められてません。さあ、残り2問。なめくじは砂糖をかけても縮む。丸ですね。砂糖でもなります。ガニ股とはカニのように両足が外側に曲がっていることである。これもあるですね。もう通過決定です。ノリだけやりましょう。よかったわ、通過決定っすわ。よかったわ、本当に本当によかった、本当によかったっす。世界万歳万歳万歳ということで、ワシントン通過です。そろそろクリアしたい、そんな気持ちです。またゴツオとこ切ったな。ゴツオです。ゴツゴツオ、下やえばゴツオです。下やえばゴツオ。ノブアキかかってくださいっつって、上から目線ですね。上から目線のくせに下やえば、そしてゴツオ。上から目線、下やえばゴツオ。いや、長いな、その名前は長い何の争いやね。あだ名を考えるゲームみたいになってるからね、うん、さあ、もうここら辺を飛ばしていきましょう。本当にある作物、天才、カラスの卵、茶、まあ違う、太陽の表面で発生する黒点、11年、昔話でかぐや姫に5人です。お化けの九太郎のお父さん、あー、 X 像や、 X 像なのは分かったね。もう X 像なのは分かった。脳細胞は1日にどれぐらい、10万。 OK。 アニメトムとジェリー、猫とネズミ、よし。アメリカ最大最古の黒人、あー、押された、押されましたね。お寿司屋さんで上がり、上がりはお茶、よし。ピアノの正式名称、ピアノソプラン、ん、違う。相撲に入門規定が18、
道が。F1 で初めて開幕5連勝をしたの。セナではない。ロシアでゾーラシカと呼ばれている。シンデレラ。OK。相撲で横綱が締める。動線？あ、動線ない。落語家の中で自分で家元。円楽。あ、違う。メガネの種類として本当にある。パート。いや。F1 でスタートの時のポールポジション。アフリカで眠り病を打つ。ツェツェパエ。おう。リンセント・ジョーンズ。リンセント・ジョーンズ好きのゴツを。ジュデ・パウム。テニス。バナナは、場所ね。覚えてました。次のうち、オリンピック競技。綱引き。よし。アーペイの反対。あー、押された。アーペイの反対何なんでしょう。歌舞伎役者がする特有。わー、押すな。押してくやん。急に押してくやん。カステラと同じく、コンペイト。ひまわりを描いた。ゴッホか。ゴッホはどこだ。オランダ。よし。あと一問。あと一問でクリア。日本で一番区の多い。大阪府。よし。やった。無事勝利。ほぼ問題を見ないで答えた。ついにやったな、エンタ。さあ、君にこの言葉を送ろう。ジャストミート。優勝商品は自由の女神にあるぞ。今日はもう遅いので明日の朝取りに行ってくれ。それでは自由の女神にジャストミートということで、じゃあ昼にやれとじゃあ昼にやれよということなんですけど、優勝商品がもらえるみたいですよ。どういうことなんでしょう。なんでこう無言で花火を見るこんなテレビ番組ないぞ。あ、いや、あるか。実際のウルトラクイズもあったわ。そういうの、そういうシーンはあるか。あってもいいけど、んな固定カメラであんな透明で見るっていうのはないよね。うん、そんな自由の女神、翌日の朝、優勝商品を取りに来たってことですかね。何なんでしょう、優勝商品は。優勝商品はこれだ。スーパークイズ王になったエンタに翼をあげよう。このウルトラライトプレーンで日本に帰ってくれ。いや、普通の、それ、ジェット機をくれ。普通のジェット機で帰らせ。まあ、そういう回答式になってる。おせえな。離陸その速度でいけるか？行くんか？行くんかい？怖いわ。のらりくらりしとるやないか。それで行けるか、本当に日本に。行くんか。すごいな。それこそ罰ゲームやわ、こんな。まだモグラ叩きしてる方が幸せ。さあ、とりあえずニューヨークを立ちました。ニューヨークを立って南に行ってんじゃないか、これ。ニューヨーク行ったら普通は、ああ、急に変えたわ。南に行ってからね。一旦南に行ってから行くみたいです。最近西に向かってね、日本に行ってるみたいですよ。速度が急に上がりましたね。そして白飛びして消えてくんですか？そういう演出っぽいですね。白飛びしてエンタが見えなくなっていきます。二ドットぐらいになりましたね。二ドットエンタです。あ、消えました。消えたエンタ。お、トータルプロデューサーです。先般が流れていきます。
トミーの戦犯が流れていきます。まあ、元気か。元気の戦犯が流れております。はい。こんな感じのスタッフロールということでございますね。いやー、無事クリアできました。いや、一時はどうなるかと思いましたね、本当にね。それくらいにね、この難しさが際立ちましたね。本当に難しい。うん、難しい上に、まあ、クイズはまあいいとして、クイズの難しさはまあ一旦置いとくとして、ゲームとしての難しさが本当にね、うん、ありますね。うん、あの本当に、あ、やっぱ元気だわ、開発したの。うん、でね、うん、あの各チェックポイントのその長さ、特にあのネバダの長さね、あのレースゲームは本当に助長だった。うんと言えるぐらいにね、各コース、それぞれ長く、いたんですけど、なんだこれ、今日はもう寝なさい、お母さんが出てきました。でもテレビはついているというね、うん、そういう演出ですよ。トミーエンドではなかったと。あ、眠ってました、ね、夢落ちまさかの夢落ち夢落ちか。あ、まあいいんですけど、で、まあ各チェックポイントが長いっていうのと、で、この、パスワードコンティニューがないっていうところですね。パスワードコンティニューがないせいで、このね、レトロフリークでやったんですけど、結果的にそれのおかげで、クイックセーブ、クイックロードが使えてね、収録時間が大幅に短縮できたんですけど、それは良かったです。うん。ただやっぱ、ファミコンの時代であったのに、パスワードコンテンツはね、ゲームボーイの時代にもあったのに、今回、なぜか知らないけど、スーパーファミコンでパスワードコンテンツがないというところはね、なかなかな、きつさがありましたね。うん。ということで、まあ、パスワードコンテンツはないけど、裏技でコンテンツはできるんですけどね、うん、名前がトミーになっちゃうっていう、そこが嫌なんですけどね。うん、まあ、それが嫌で、まあ、結局ね、オートセーブ、オートロードを使ったんですけど、これはもう、あの、夢落ちエンドなんでしょうか。もうこのまま動かないでしょうか、ね。Z なのか N なのかっていうところもありますけれども、これボタンちょっと押してみましょうか。あ、これでエンドです。動きません。一切動きません。なんてこったいですね。ちょっと一応ね、クイックセーブだけしとこうか。一応セーブするけど、もうこれ動きません、こっから。すごいエンドですね。夢落ちエンド。トミーエンドよりもある意味ちょっとこう悪夢ですよね。うん、ある意味の悪夢で、終焉を解けました。ということで、全何回になったんでしょうか。8回、9回くらいになりましたかね。アメリカオートモルタルクイズスーパーハミコンで、ニューヨークに行ってくるってね、タイトルでやりましたけれども、無事ニューヨークにたどり着き、そしてクイズ王になることができました。ということで、また次シリーズがね、次のシリーズが来週木曜日からスタートになります。また来週木曜日にお会いいたしましょう。ネタのゲームインザボックス。ご視聴ありがとうございました。